はい、今日は紙風船という和菓子を取り寄せてみたので食べてみたいと思います。それでは開封します。この紙風船は金沢のお菓子みたいですね。はい、開けてみます。おー、なにこれ？ん？これなにこれ？なんか色紙が入ってますね。古くから伝わる色とりどりの加賀も中州え？かわいいゼリー、赤ぶどう、白ワイン、黄色、レモン、黒糖の風味のアラカルトです。お抹茶、冷たい紅茶、コーヒー、サイダーなどに添えてご賞味ください。って書いてあります。あ、これは折り紙だそうです。折り紙、あ、裏に紙風船の折り方が書いてある。へぇ、なるほど。では、よいしょ。食べてみます。じゃあ、ピンクから。こんな感じ。お？これ、開くのかな？あ、ダメだ。かじっちゃいます。歯にくっつく。ぶどうの香りがすごい漂ってきて、なんか美味しいですね、これね。で、この周りはもやかですね。はい。ピント合うかな？合ってるのかな？上品な香りですね。では次はじゃあ白。これ食べてみます。うん。うん。レモンの香りがして、
そんなにこれは酸っぱくはないですね。甘いです。はい。これ寒天に、なんか、琥珀糖ってあるじゃないですか。寒天の周りがパリパリしてるお菓子。琥珀糖の周りが砂糖でシャリシャリしてるお菓子がモナカの中に入っているっていうような感じですね。もなかと、もなかとな、この中身のシャリシャリが、歯にくっつって、歯にくっつきますね。でも、美味しいです。はい。じゃ、次、最後、これ。はい。これ、いきまーす。食べます。白ワインですね、これね。ワイン？ワイン飲まないのでワインの味がわからないです。ワインなんですかね、この味ね。ワインなんでしょうね、ワインって書いてあるからね。へえ、ワインってこういう味するんだ。うん。私的には、この三つの中だったら、ぶどうが一番美味しかったです。はい。次、レモン。最後、ワインかな。ということで、今日は和菓子の紙風船をいただきました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。